ロジェクトガイドライン、Google の AI の力で視覚障害者が伴走者なしで自由に走れるようにすることを目指すプロジェクトガイドライン。腰につけたスマートフォンが地面のラインを認識し、音でフィードバックをすることでランナーをガイドする。屋内のトラック。紫のラインに沿って視覚障害のあるランナーが一人で走る。台に並ぶスマートフォンとイヤホン。ベルトにスマホを装着。みその正光さん。視覚障害者が一人でランニングを楽しむ。誰もがその技術を体験できる定期走行会プログラムが障害者スポーツ文化センター横浜ラポールで開始された。伴走を普段視覚障害者は頼って走るんですけど、地方になるほど伴走者が少ないので、慣れれば一人で練習できるっていうのはすごく喜びだと思いますよ。渡辺誠司さん。まっすぐ走る時の感覚はいいですね。非常に楽しかったです。茅場徹さんがイヤホンを耳にかけ走る。非常にありがたいです。森健人さん。昨年度からなんか盲学校に勤めて、アイマスクをつけて体験。生徒たちにもぜひやっていただきたい。運動会の練習もこれからやりますし。もう特別支援学校教員、加藤よし子さん。使えるんじゃないかなと思います。河合純一さん。ラインから離れてしまうが戻ることができる。こういう施設でできるようになるっていうのはとても素晴らしいことだなと思いますし、プロジェクトガイドラインを使ったプログラムを提供する自治体や団体のパートナーを募集しています。すごく開放的な気持ちになれるので、まあこの体験を少しでも広げていけるといいなと思います。 Google G.co/プロジェクトガイドライン JP